はい、マスターとの委託の時間となりました。今日は、幼い時の、お話をしていきたいと思います。まあ5人兄弟の、末っ子ですので、まあ上が3人で、まあ、上、まあ一番上がお姉さん、そして長女ですね。で2番目が次女、そして3番目が長男、そして、4番目が三女ですね。で私、なかなか本当に、5人兄弟の末っ子で男の子で、まあ可愛かった、さあ私記憶ありませんけど、結構、まあ、ズボラっていうか甘えん坊ですね。よく小学校ですかね、明日の時間割を自分は布団の中に入ってから上のお姉さんたちに、お願いした記憶があります。どうしても言葉が、弱いですね。どうしてどうですかね、まあ小学校、まあ、環境のせいにしてはいけませんけど、まあ果てる間島には幼稚園や保育所が、まあ、私の当時はまだありませんでした。まあ小学校同時にですね、よく、まあ、名前を書いた記憶がありますね。まあ自分の地区が、まあ、島の東側ですね。私の家の前の道を通して前から地区が違っていましたので、まあ結構その同じ地区には同級生は多かったですね。まあそういう小さい頃の思い出、小学校上がる前ですかね、小学校の正門で撮った写真が2歳、5、6歳ですかね、ゾウリですね。その当時ゾウリを右足と左足を反対してたのが、何年経ってから気づいたですね、きちんとゾウリを履いてなかったっていう写真証拠残ってますね。そんな感じで、まあいろいろと小さい時の、まあ、思い出、小学校、まあその当時2階建てでしたですね。まあそういう1階が、まあ、下級生、2階が上級生のクラスで、まあ、小学校まではそんなに遠くはなかったですけど、途中でちょっと大きな、なんか、ホラー穴じゃないですけど、くぼ地があったですね。まあ、そういう、怖そうなと、イメージがありますけど、だいぶ、小学校の前も、まあ、大きな割れ地じゃないですけど、あったですね。まあ断層じゃないですよ、サンゴ礁の島ですけど、最近帰ったらそっちがもう埋め立てられて立派な、まあ、お家が建っていましたですね。そういう土木関係のお家が、まあそういう、まあ、サンゴ礁の海抜60m、灯台が島の大体中央にありますね。珍しいですね、大体、灯台は、まあ、海沿いに、海岸沿いにあるのが普通ですけど、まあ、そういう、バックに、島の東側の、写真が入ってます。そういう、小さい頃ですね、もう本当に、5人兄弟の末っ子で、道屋さんで前が母親の実家でしたので、母親も私もあんまり記憶ないんですけど、10名か11名の兄弟で、女の子が一人ということで、多分、結構母親の母親ですねが、なんやかんや持ってきてきた記憶がありますね。多分、一番下で、女の多分記憶が間違えなければもう亡くなりましたので、まあ、定かなことは分かりませんけど、一番、10名か11名いて、まあそれぐらいいて、一番下で女の子ということで、まあ本当かどうかは分かりませんけど、まあどうですね、もう父親、兄弟というか母親の兄弟、父親の兄弟が、亡くなって、まあ自分の兄弟ももうお兄さんと2番目のお姉さんは亡くなってます。そういう、まあ60超えてそういう時代になりますね。私たちにはまあ子供がいませんので、孫もいません。そう、当然ですね。そんな感じで、まあ小さい子のお話に、そうですね、小学校入学して、なかなか、まあ小学校掛け算九九はちょっと厳しかったですね。3年か4年か、どうしても今は、まあそのために、まあ人の前で話すことを訓練としてますけど、発音が
ぐるりぐるり、今でも覚えてますね、ぐるりぐるり、小学校3年か4年か、その東大がぐるりぐるり、今でも発音があまくまりませんけど、共通語ですね、立って、国語の時間、読むことがなかなかできずに、何回かそういう思いがありますね、そういう、その、まあ、小学校の国語の時間ですので、立って、その文章を読むんですけど、そのぐるりぐるりが言えなかった記憶がありますね。まあ、結構、鮮明ですね。まあ、歴史が好きですけど、2回ですかね、まあ、4、5年になって、なんか、2階の、上の方の壁に年表があったですね、ずらーっと、まあ、原始、その、まあ、原始時代から、江戸幕府現代までの、そのずらーっとした、まあ、校舎の幅ですね、高さじゃなくて幅いっぱいの、教室の上の方にそういう年表があって、そういう記憶がありますね、まあそういう、まあよくそんな年表とか、まあ、家には沖縄県の地図がありましたけど、沖縄県の地図とよくまだまだ幼いですから、日本の地図がかぶさったイメージがですね、その当時まだ電気が20時間ではなくて、まだいつですかね、夜中の10時、多分私たちが小学校の時かな、一番上のお姉さんが高校受験で、まあ10時までしか電気つきません。その後電気が消えますので、ラジオの上にろうそくを立てて、一時期そのロースクが燃えてラジオが燃えたっていう、ちょっと夜中にちょっとそういう騒動があったのを覚えてますね。まだまだそのラジオはなくなりましたけど、ラジオがこけた跡があって、まあそういう電気が、まあ、そのために冷蔵庫とか、洗濯機が、まだまだ私たちの小さい頃は、まあその入る前、テレビも中学校からですので、そのまま、まあたらいに靴とかよく洗った記憶がありますね。まあその当時で、まあ、NHK、まあ、民放は入ってませんでしたので、まあそんな感じですね。だからよくまだ冷蔵庫、洗濯機、テレビが入ってこない時期の思い出がありますね。まあサーターアンダーギーを作って、ちょっとカゴを吊るして、ちょっと空気が良くなるように。冷蔵庫まだありませんので、そういう洗濯機もないときはたらいで靴を洗った記憶がありますね。そういう、まあその当時、まあ父はまだ若いですから、海から結構、私は泳げませんけど、父親は結構、まあ、一時期カツオ船に乗ってたということで、まあそういう、まあ戦争が終わって、カツオ船に乗ったということで、まあサトウキビとかそういう、まあエビとかタコとかそういう、本当に伊勢エビじゃないですけど、エビとかタコとかそういう、魚とか取った、まあ、月棒とかありますね、まあ海岸潜ってから、タコがいるような穴とかそういう、まあ海岸線ですので、まあ潮を引いてそういうハマグリとか、本当にそんな記憶がありますね。はい、小学校、まあ何年ですか、1回、まあ、地区では5人の、まあ、男子がいますけど、大体帰り、大学一緒ですね。多分それ遠足の時ですか、小学校4年生か5年生か、どうしても私がちょっと浮いた存在で、5対1で、そんな感じで1人、もう1人の4人組と、だし1人ですね、1人、遠足の帰りかな、途中で、学校から家に帰る途中で、取っ組み合いの喧嘩をして、大泣きしてから、お母さんに怒られて、まあお母さんがその足で相手の家に、怒鳴り込んだ経緯がありますね。なかなか部が悪いんですけど、もうそれ以来ですね、取っ組み合いの喧嘩は小さい、中学校でも高校でもそういう、取っ組み合いの喧嘩はしたことはありませんけど、なぜかわからないけど、小学校4年か5年の時に、取っ組み合いの喧嘩をした、彼とも、高校時代、高校ちらっともう中学以来会ってないし、高校も会ってないし、もう会ったら、まあそういう話で、盛り上がるかもわかりませんけど、まあそういうことで、まあ小学校時代ですね、そんな感じで、まあ遠足は結構、西の浜とか、
大泊の花ですね、それは北の海ですね、北の浜と、まあ、南の、まあ、砂浜がありますので、よく遠足はそういう砂浜ところに遠足行った記憶ありますね、そういう、まあでも、まあ、私も、小学4年か5年、もう上級生になってからですね、結構 いじめられたというか、まあ、彼も、まあ、年賀はがきのやり取りはしてますけど、もう 悪かったですね、地区が違っていて、なんか辛い唐辛子を口に刺されたあ記憶がありますね。まあそういう、背が一番低かったですね、もう1番か2番の、ま、前並んで1番か2番の、でしたですね、そんな感じで。まあ、結構、また私のクラスが荒れてたんですかね、まあそうで分かりませんけど、先生も4年か5年の時一時いなくなって探すという捜索するということが小学校に1回ありまして、中学でも先生が1ヶ月で1年の時ですね、まあそれは、辞めたかどうか分からないけど、もう他の先生に変わった経緯がありますね。結構、やんちゃなお友達がそれてた経緯があります、なかなか今、60の時に、まあそういう生まれ年の大きな盛大な、まあ弱いことがあるんですけど、生まれ年の、2020年はコロナでできませんでした。なかなか、まあ小学校中学校、私たちは小さな島ですので、小学校中学校36名、2人転校して34名かな、そういうお友達となかなか会う機会がありませんけど、あったらそういう苦い思い出、楽しい思い出、とがあります。小学校まだまだ記憶の片隅にありますけど、だいぶ記憶違いや勘違い、またもう本当に、50年ぐらいの前の話ですので、さばたかありませんけど、まあ、そういう今日は小さい頃の小学校の時のことをメインに話しました。マサラでした。また次回の、マサラとのインタクでお会いいたしましょう。お仕上げ。Let's Passion Please You. シャロム。バイ。